吉田さん、商売っていうのは環境に合わせて商品を変えていく、そんな突破口ではないかと思うんですよ。でも麻雀店って世の中の状況が変わっても提供するのが麻雀しかないんで、方向転換は不可能なんですよね。もちろん細かいこと言えばできないことはないんですよ。お客様からいただいたメールアドレスにメルマガを送って、そこにアフィリエイトリンクを貼り付けてせこく儲けたこともありますし、それからね、麻雀のノウハウ本を書いて、でそれを お客さんに売ったこともあります。ただそれを実を結んでですね、経営の原資にするにはやっぱりちょっと時間もかかりますし、リリースも増やしていかないといけないし、それをしすぎると今度はね、実際に来店してくださるお客さん減るんですよ。まあ例えばメールマガジンで何か情報を提供すると、それで満足して店舗に来なくなるんですよね。つまりは店舗の中でいろんな会話のやり取りがあるのをこう来店して確認するっていうのもあったわけですけども、それをねメールで届けちゃうと、もう来店しなくてもいいよねってことになって、本当に麻雀だけしたい人だけが集まるようになっちゃうんですよね。今ね、だからこうやって情報を扱うようになって何がいいかっていうと、なんですかね、こう言ったら本当にね不遜な言い方になるかもしれませんけども、世の中が不況になればなるほど、不安になればなるほど売り上げ上がるんですよね。本当に行き詰まれば行き詰まるほど、もうビジネスの必要性に人は気づいて、経営の大切さに人は気づいて、人間関係の大切さに気づいて、情報を求めるようになるんですよ。で、人は順調にいってる時とか未来が明るい時はもうね、何かを解決する情報を求めなくなるんですよ。悪い言い方すれば、わざわざこの国を不況に陥れて商品を売ろうとしてる人がいるんではないかなとか思うぐらいですよね。まあ与えられた状況が、例えば戦争があったりね、食糧危機があったりとか、なんか感染症があったりするんだったら、それに情報をシフトして、で恐怖におののいてる人に救いの情報を提供するっていうことでしか、状況をこう活用してのビジネスってのはできないなと思うんですよ。こういう状況でね、無理やりコンサートをやろうとかね、無理やり麻雀店をやろうとか、時短営業があるのに飲食店入らそうっていうのはやっぱり逆行してるんで難しいと思うんですよね。そういった意味で情報を扱っていく、放送するっていうのは、やっぱりすごい大切なことだなと思いますし、だからこそみんなやればいいんだけども、ほとんどの人はやらないんですよ。これだけ強いメリットがあるのにやらないと。やらないからこそ生き残っていけるみたいなところがありますしね。本当になんかこう吉田さんとね、お互いに思うところだと思いますけども、動画の再生数が100あったらもう十分って感じですよね。50とかでももう大丈夫みたいな感じですよね。それがね、1万とか10万とかないとダメっていう風な先入観があったり、そんなにできそうにないからっていうので二の足を踏んだりとかする人が多いから、今は結構ね、また情報発信っていうのはバランスしてるんじゃないかなと思いますけども、本当になんかあれですよね、しょぼい企業で生きていくって話がありますけども、私たちはね、有名なショッピングセンターでもチェーン店でもないわけですよ。本当個人商店で、メイン通りから1本2本外れた裏通りで小さくやってる飲食店なんですよね。それこそ来店客数10人もいたら店の中いっぱいになっちゃうみたいな、一人でやってるから切り盛りできませんみたいなね、まあ、そんなお店だと思うんですよ。逆にだからこそ不況の時でもランニングコストがほとんどかからないでやっていけるみたいな。だイオンとかに入ってるテナントさんってもうね、出店料だけでもすごい負担ですから、で CM も共同で打たないといけないですし、毎月に求められる負担って大きいんですよね。だからちょっと売り上げが減る期間が長いだけでもうやっていけなくなっちゃいますけども、個人商店っていうのの強みっていうのはね、人を基本的に雇ってないんで、ランニングコストがほとんどかからないってところでしょうね。で、よく自宅とお店が一体化されてる飲食店とか昔ありましたけどもね、1階が美容院で2階が住まいとかね、1階が焼き鳥屋で2階が住まいみたいなのありましたけども、まさに今、私たちはパソコン1台を持つことによって、自宅を事務所にしたり、自宅を店舗にしたり、自宅を演出の場所にできたりするんで、まあなんかね、新しいデジタルを使ってテクノロジーを活用して時代が巻き戻されてるのかなっていうところがあります。まあそもそも私たち商売をするものってのはリスクを抱えてるわけなんで、行ける時には最低限突っ込んでいかないといけないんでしょうね。今日も日曜日ですけども、いろんなコンテンツを求めてまたね動いていこうかと思います。こうやったら麻雀店失敗するよみたいなね、まあしくじり先生も確かにいいっすね。
ってらっしゃい。